なんかね、いい？お話ししても。ああ、どうぞ。こうやって、一緒に2人でお出かけしたりね、キャンプでしたりね、一緒にね、過ごせる時間が幸せです。あ、本当、ありがとう。でもね、家にいる時と店にいる時は別、家事うぜえ。最高。これさ、つくね手作りだな。だって一個一個違うもん、大きさ。つくね一番目。ほんとだ。つくね一番目。しかしさ、めっちゃこれ綺麗だね、下の景色。すごい綺麗じゃない？下の影すらないね。影？もう、すごいよね。声は届かないの。はい、声を届けます。ボイス、ボイスボイスのマスクボイスのマスク。あんま賛成ですけどね。賛成です、反対です、いいんだよ。何でもかんでも多数決で決めようとしやがって。なんか鰹節の匂いがする。鰹くん、鰹節の匂いがする。マグロが食いてんじゃん。寿司さんまで見てこいよ。へい、だし映えって感じ。あ、気づいた。おう、これは木だね。おう、林だ。森林じゃない、林。森の中の歌を一曲以上お願いします。何？ある日、森の中、くまさんね、だーさ、あらららこれからはくまさんになっちゃった。くまさんの言うことはちゃんと聞かないと怒られたら怖い。クマさん、おこやばい。全然違うじゃん、歌詞。今日のラーメンはこちらです。小麦、乳、大豆、豚肉が食べれない人は食べないでください。今さ、妖精が入った鼻に。ラーメンの商品名言ってくんない？今日のラーメンはこちらです。カレー粉たっぷり、カレーなラーメン。おお、カレー好きだから。これ具なんかあるの？具は、うん、あ、これはあの具じゃないから、これスープ。いや、これ、あ、それは具です。はい、はい、ドン。今回も大成功ですね。じゃあ火を消しましょう。あ、へいよ、マチ。カレーラーメン。はい。カレーラーメン。だってカレーラーメンだもん。なんかカレー見た。いただきます。自分も。まあ、カレー、まあ、カレー、まあ、カレーでしょうね。カレーラーメン。うわー、うめえ。キャンプは
人生キャンプはラーメンだな。夜空に光るわ。とかしちゃってね。夜空に光るかどうかちょっと分かんないけど、いただきます。話があると思う。うん、カレーと卵って相性いいよね。だってさ、親子だからね。どこがだよ。はい、それでは今津さんがお寺行ってます。ちょっとここに隠れて、またあの脅かしてみたと思います。びっくりした。寒い寒い。広いな。はい、というわけで今日もねこの快適な、テントで、睡眠をとるわけですけども、よかったね、楽しかったね、なんかちょっとこう時間経つのが早く感じた感じの俺はあった。じゃあ、今から、しっぽりテントの中で酒飲みやす。談笑というのはね、夜9時までというふうに明記されておりましたので、まあ、案外ちょっと周りはちょっとうっさいけど、まあ、僕ら僕らでねちゃんとルールにのっとって、テントの中でこれからしっぽり。でもやっぱあったかいでしょテントの中は。これはね、糖質オフ、糖質オフ。やっぱりさ、あのさ、下のさ焚き火台も欲しい。あ、低いやつな、うん、あれも買おうか、うん、また調子こいて寝転がれました。足とか伸ばしちゃって、確かに今回はどうですか。野生って感じしますか。今回はね、野生じゃなくて、はい、近未来的次世代、次世代につなぐキャンプグッズです。はい。それでは本日も。動画のご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。本日の提供は川がお送りしました。はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。顔をこの世の中に出てこないと。こんばんは、この世の中に出てこないと。おはようございます。冬眠から目覚めた。
早いよ、結構冷えカリベーコン。うまっ。ただの目玉焼きじゃない。朝から結構食わすよね。いただきます。以上、朝食でした。うん。あ、ございます。大丈夫でした。あ、すごい、めちゃくちゃいいとこで感動しました。はい、いっぱい撮っていただいたので、撮影されたので、はい、めちゃくちゃいいですね、ここは。でもありがとうございます、はい、今日はチェックアウトだったんですが、11時までね、はい、お願いします、ね、分かりました。で最後にあのドライブスルーな感じでペグをご返却いただいて終了です。了解です。対応させてもらってゴミも近いんでね。はい、水気持ちいい、マジ水これ絶対綺麗っしょ、めちゃくちゃ。さっぱりした。はい、今がですね9時半です。チェックアウトが11時なんでそろそろ寝ようと思います。ここはね一番まあ高い位置だったんで風がねすごい気持ちよくてとてもいい場所でした。言うことないっす。正直もう一泊してもいいかなって思っちゃいますね。多分今ゴールデンウィーク中なんで他の方々は多分もう一泊するんでしょうね。みんなまだ片付けてませんからね。結構ね結構皆さんまだまだ残ってますね。これで空を飛びます。はい、それではお世話になりました。スーパー徐行でお願いしますよ。敷地内は10キロぐらいで。カードが挿入されていません。いつお子さんとかがね飛び出してくるか分かんないですから。すいません、ありがとうございました。はい、楽しめましたかね。はい、十分。はい、またお願いします。こちらこそ。ありがとうございます。川行かないんですか。川は行っていいんですかね。じゃあ、川の入り口のとこ広くなってますから、そっちにちょっとまで降りていただきます。ありがとうございます。これ。せっかくなんで入ってみようかなっていうサンダル持ってきました。あ、冷てー、気持ちいい。うわ、冷たい。魚いるんじゃない。超冷てー。これって何、天然水。天然水。
わかんないよ。朝ちょっと食ったけどさ、なんだかんだの片付けでやっぱこう体使うとさ、やっぱ腹減るんだな。自然がいっぱいでいいとこあったな。今日の、北川キャンピング別産、お会計がですね、2人で9900円でした。でビールを2杯頼んでるんで、1杯500円なんで合計で1万900円でございます。詳しくはあの概要欄にホームページと、あそこのオーナーさんが、チャンネルやってますので、そちらもリンクに貼っておきます。